雑談しちゃう？どうも、ロッキーでございます。おぼんでございます。今日の動画なんだけれども、人生初体験しました。急性胃腸炎について語りたいと思います。でね、私、2月1日から、ですね、工場のアルバイトを、始めまして、で、1日、2日、3日、4日って4日間行ったんだけど、4日目帰りの車の中で、明らかに体に異変が生じたのよ。で、どんな異変かっていうと、まず、もう明らかに風邪の諸症状。で、もう頭が熱っぽい。で、そして金がないっていう。まあ、この、三つの症状が、俺の体のね、中に起きたんだけど。で、それで、2月4日帰ってきたと。で、そしたら、まず、もう熱が出てんのよ。で、38度、5度6分ぐらい、かな？ 38 度、38度5度ってなんだよ。38度6分とか。ね、それぐらいになって、で、それで、まずいなと思って、そこ寝たんだよ。で、次の日も、アルバイトだったんで、4時ぐらいに起きたんだけど、もうそこで測ったら、もう 39.6 度。もうがっつり熱上がって。で、それで、アルバイト休ませてもらったんだけど、で、それで、病院行ったんね。したら、まず、インフルエンザと、急性胃腸炎のダブルパンチよ。ね。で、それで、で、その、インフルエンザっていうのは、熱がちょっと上がったり下がったりっていうのを繰り返してたんだけど、まあ今良くなったんだけど、その急性胃腸炎に関しては、まあ今これ動画撮ってんのが、今日12か、12日なんだけど、未だに続いてんだよ。まず、症状としては、めちゃくちゃ腹痛いのよ。で、そして、次に、ちょっと汚いけど、下痢が、もう水だらけの滝。滝です、滝。ちょっと音再現していい？まあ、腹痛くなるわね。なんか出そうだわね。ズボン下ろしてパンツ下ろすわね。で、便器に座るわね。その瞬間に、じゃーだから。食事中のことはすいません。はい。まあ、とにかく滝なのよ。滝。水じゃなくて滝。で、今度、胃がなんかもう、とにかく何も受け付けない。水分だけ。なんか固形物食ったらもう吐きそうみたいな。なんかそういうね、感じなのよ。で、まあ、俺もネットでいろいろ調べたんだけど、もうとにかくもう、まあ、お医者さんもね、急性胃腸炎ですって言ったし、で、それで、いろいろ症状調べてみたら、やっぱり間違いねえなと。まあ、いい体験したなと。ね。まあ、これね、まあ、今でも薬飲んではいるんだけど、これ、いつ治んのっていうくらい、長いんだね、これね。なんで、ちょっと皆さんも、急性胃腸炎、もし腹痛とか、ね、ナイアガラとかに、もし、ね、なっちゃったら、ちょっと疑ってみたらいいんじゃないかなって思いますわ。なんかでもね、急性胃腸炎になって、何でも、うるせえな、何でも、マイナスに捉えないで、ああ、まあいい体験したなと。ね、なかなかお尻からね、ナイアガラってなかなかできないじゃん。みんなもやってみたいでしょ。ね、はい。何でもプラスに。何でもプラスに捉えればいいじゃない。ねえ。だってそうでしょ？ねえ。何もないよりは、何かあった方がいいじゃない。ねえ。金もあるよりは金も、違って、金はないよりは金あった方がいいじゃない。ねえ。仕事もないよりはあった方がいいじゃん。ねえ。ほっともっとの、特のりたる弁当に、ソースが、ねえ、ないよりはあった方がいいじゃない。ね、もうそろそろ、しつこくなりそうなんで、やめます。したっけ。北のロッキーチャンネル。